いかがでしたか、ハンドリフレ。いや、なんか ここすごい、はい、本当に老朽が今までに一番痛かったんですけど、はい、そうですよね。なんかでもそこめそんなに痛がる方少ないですよ。え、嘘、相当疲れが溜まってたんじゃないですか。うん、2回目やったらそんなに痛くない、うん、からもう痛くないですよ。どっちも今はそんなに、まあ、ここですよね。あ、うん、ここまで、ね、痛くないんですよね、はい、うん、流しといたんで多分結構手がこう開閉しやすいというか、そうですね、やりやすくなったんじゃないですか。はい、もうスマホはやめます。そうですね、はい、まあちょっとまあその最低限でというか、まあ、ね、夜はちょっとなるべく使わないとか。そうですね、うん、あれやるといいですよ。リングつけてそこに指はめる、うん、あのペタってくっつけるリングあるじゃないですか。え、知らないですか。はい、あのちょっと足見せしがおこういう風にこれペタってこう、ね、接着面があって、はい、つけてこれこうちょっと回せるんですけど、はい、それでこれで入れとけば、はい、こういう風に、あ、そうそう、なんかこの持ってる重みって結構、うん、手首がちょっと背屈したりとか、でこれでこうやってやる感じとかって、うん、結構この辺の こっちにも負担すごいかかるんですよ、うん、でまあこっちに通してやると結構重みが、多分これでやってみると分かりやすいと思うんですけど、あ、確かに、あの手で持つよりも断然楽になるんですよ。安定も良くなるし、そうなんですよ、なんかそんな感じで、はい、これ1000円ぐらいとかかな、売ってるので。あ、そうなんですね、知らなかった。ちょっとねこういうの使うと、はい、だいぶあの負担が軽減するので、はい、そう、あの目の負担を減らすのはなんかフィルムつけるとか、いろいろそのまんまの設定よりかは、いろいろこうちょっとこうブルーライトフィルターを入れるとか、こういうリングとかつけて、あの簡単に持てるようにするとか、そういう工夫もしておくと、はい、まあ、可能な時はなんかスタンドとか使っちゃうみたいな、もうこうあの手はなるべくやっぱこう重みこれなんなん結構軽いようですけど、割と重みあるので、続けて持ってると宙に浮かした状態にしてると、うん、結構そのせいでこう、でこういう、まあ、スマホ症候群とか言いますけど、やっぱこうだんだんなんか夢中になってると結構こう顔の位置近かったりとか、うん、うん、首曲げちゃったりとか、こう腕をずっとこうちぶらりんにしてるのってすごい肩こりになるので、うん、極力そうですね、まあ、そういうグッズ使うもそうだし、ちょっとやるこれをだけやろうって決めておいて、それやったらもう終わりみたいに切り替えるとか、うん、されるといいと思います。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。